すがすがしい初秋の大気の底で、新居浜で恒例のやんちゃキッズが開かれた。数年前に一度取材した覚えがあるが、さて今年はいかに。パトカーに乗って嬉しいのは子供だけでしょう。私は手錠こそしてなかったが、違反切符を切られるために数回パトカーの後部シートに押し込められた記憶があり、あんまり好きな車ではない。さて、少子高齢化、各家族化、女性の社会進出等により、子どもさんと保護者の関係は大きく変化をいたしております。今前の広場にも子どもたちの遊びコーナーがありますので、その近辺ではご理解ください。愛原ひろきと、はい、さん、地味に、はい、この積み木の崩れるカットを撮りたくて10分間回したが、残念ながら崩れなかった。お、やれやれ。2時間で持病の腰痛が悲鳴を上げたので、残念ながら引き上げることにした。多くのボランティアたちに支えられた
楽しい一日だった。